皆さんこんにちは。命を守る参議院議員の川田隆平です。今日はまたコマーシャルですけれども、いきなりコマーシャルはちょっとあれかな、まあ、でも2021年の4月の10日、1時から3時ま で特別公演は2時からなんですけれども、ぜひこの2時からの公演の方をぜひ聞いていただきたいなと思って告知をさせていただいております。この命を守る会の会員の方向けに今回講演会を開かせていただきますので、ぜひ命を守る会の会員になっていただきたい、そして会員になってぜひ講演を聞いていただければというふうに思っております。今回講演していただくのはこの土田博夫先生、滋賀県の方で耳鼻科の先生なんですけれども、先生が今回動脈硬化の完全解決と4つの血管パターンについてということで、先生の著作がですね、こちらにあります、すべての病気の根本に動脈硬化あり、糖尿病は動脈硬化を治療すれば治るということで、先生書かれているんですけれども、血管の話、そして動脈硬化の話、そういったことを中心にぜひ病気のことですね、本当にいろんな原因となっているのがそこにあるんではないかということで、先生の方から講演をしていただこうと思っています。本当に皆さんもですね、これ思い当たることあるんじゃないかと思うんですね。脳梗塞であったりとか、心筋梗塞であったりとか、それからそのさまざま糖尿病ですとか、それからめまいとかメニエール病なんかも先生の専門ですけれども、めまいが起きたりっていうのも実はその原因がそこにあるんではないかということで、先生が自らの体を使ってですね、自分で試してみたということを書いてますけれども、ぜひ本当にその話をですね、ぜひ聞いていただいて、そしてその治療を患者さんもたくさん見ている先生だからこそ分かることがあるということで、今回講演をしていただきます。ぜひこのちょっとタイトルは硬いですけれども、動脈硬化の完全解決と4つの血管パターンについてということで、ぜひ皆さんにも当てはまるお話になると思いますので、ぜひ今からでも会員になってこの視聴したいという方がいらっしゃいましたら、ぜひこの参加していただければと思います。これはですね、会員になっていただければ郵便で案内を送らせていただきます。ぜひ会員になっていただいて、ぜひ皆さんにご参加いただけることを心待ちにしております。そして皆さんにまた画面を通じてですけれども、また直接でも本当に直接お会いしたいんですけれども、そういった皆さんとのこの交流をですね、ぜひこのZoom などこのを使ってですね、ぜひ皆さんと交流をしていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。ぜひ4月10日午後ですので、ぜひご参加いただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。